gotta get out of here. You'll find us another year where life doesn't beat us up. And you'll never keep down. And I'll have a toast for you. 長寿の木、長生きするみたいです。ただいま京都に着きました。お久しぶりの京都です。今回の旅の目的は伊勢神宮です。その前に一泊京都に来ました。数時間だけなんですけど満喫したいと思います。大好きなアラビカコーヒーに向かってます。コーヒーは飲めないですが、アラビカコーヒーのレモネードが美味しかったので飲みたいと思います。アラビカコーヒー嵐山店に到着しました。みんな寒いからホット頼んでたんですけど、アイスのレモネードです。うん、美味しい。甘くて美味しい。ああ。京都での時間は限られているので来ちゃいました。じゃーん、これを食べなきゃ帰れない。マルシン飯店に来ました。イエーイ。あー、もちろん天津飯と餃子にしました。ただいまの時刻は1時です。1年半ぶりの天津飯です。安藤のことだから来ないだろうな。しかし神宮さんが飲んでて、まあ、いいうまっ。はい、あれからご飯を食べてホテルに戻ってきました。スキンケア系の動画は最近なかったので、まあさらっとなんですけど、ホテルステイ中のスキンケアだし、いつも自宅で使ってるのと全く一緒ではないんだけど、もっと他にもたくさんおすすめしたいものあるんだけど、今日持ってきてるのはこれですっていう感じのスキンケアですよ。まずクレンジングはこちらです。でもこれね、毎日使ってるのはノルドのクレンジングセラム機能性メイク落としです。ダブル洗顔不要なのと、マツエクでも対応できてるのかな、これは。なので薄メイクから濃いメイクの時までしっかり落とせるのが嬉しいポイント。なんかね、植物エッセンスとかがすごく高配合で入ってるんだけど、メイクの毛穴汚れとか角質をキャッチしてくれてる感じがして、洗い上がりも保湿力高めでお気に入りです。結構クレンジングってさ、パツパツになるもの多いから、保湿力の高いクレンジングを探すことが多いかな。私は乾燥することなくもちもちです。ダブル洗顔不要なんですけど、一応洗顔も紹介します。エトボスのトリートメントリッチフォーム、これは泡で出てきます。ポンプ式で出てくるんだけど、洗顔フォームで泡立ててなくてもキメが細かい泡が出てきてくれるっていうのと、肌に一番良くない摩擦から守ってくれるぐらいふわふわの泡なので、時短だし肌に優しいし気持ちいい泡なので、最近はずっとこれを使ってます。暑かったので脱ぎました。化粧水は最近初めて SK-2 を使い始めました。ずっと気になってたんだけど高いし挑戦できなくて、このぐらいのさ、トラベルセットっていうのかな、だったら使ってみてもいいかなということで、今肌の経過を見てるんですけど、まずはこれをしっかり使い切ってから継続するか考えようということで、高いけどまずは試してみようかなということで、しっかり塗っていきます。まさかの充電が切れたので、スキンケア動画だけサクッともう iPhone で撮ってしまいます。2週間ぐらい使ってみて思ったのは、冬の乾燥して揺らぎやすい肌を守ってくれてる感じがすごくする。
はい、美容液は最近コスメデコルテの美白美容液を使ってます。これを使ってからお肌トーンアップしている感じがします。そしてクリームは SK-2 試したかった時に洗顔と化粧水とこのクリームが一緒になってるセットがあったので、今ねお試しでクリームも使ってます。このクリームね、すっごいいい香りするし、一緒に使うとより効果を感じられている感じがする。はい、こんな感じです。お家でじっくりゆっくり、あの化粧水ならこれとか洗顔ならこれみたいな部門で紹介できたらいいなと思ってます。今回の一番の目的は伊勢神宮です。土曜日だからすんごい人が多いんだけど、念願のやっと初めて来れました。じゃあ今鳥居の前です。行ってきます。綺麗、空気が澄んでる、美しい。ここ上がったら参拝する場所。うわぁ、綺麗。ここだけ別世界みたいだよ、本当に。空気が綺麗すぎて。御朱印も押してもらって大満足です。おぉ、風やっぱり強い。最初に通ってきたおかげ横丁に戻って小腹が空いたので、なんか食べてからゆっくり帰りたいと思います。今年はいろんな神社巡りたいと思ってて、一番来たかった伊勢神宮にまさかこんなにも早く来れるなんて思ってなかったので嬉しいです。1年に2回は来たいな。長寿の木、長生きするみたいです。触ってきます。触ってきました。長生きできますように。私だけじゃなくて家族みんな長生きできますようにって言いました。ご利益ありますように。最後サウナで締めますよ。伊勢神宮でだいぶ体冷えたので、そのまま名古屋の方戻ってきて、みんながおすすめのサウナをストーリーで募集したらたくさん教えてくれたので、まずキャナルリゾートにやってきました。イエーイ。ちょっと寒すぎてもうサウナハットかぶっちゃった